石井五郎3月15日から1978年1月22日は日本の作曲家、舞踊家、石井清の弟。作曲家の石井菅と石井牧は兄、幕の息子である。秋田県山本郡山本村に生まれる。父は同村の村長であった。同地の小学校を出てから上京し、東京の大成中学校に入学する。同校を卒業後、 山田耕作や成田伊蔵のもとで、火星学や対法を学ぶ。1929年、第一回作品発表会を開催する。1930年、新工作曲家連盟の最初の会員となる。1931年に結婚する。1937年9月に投資、主にパリやベルリンに留学する。1938年7月に日本へ帰国する。 1939年、毎日新聞音楽コンクールに、田園部局で2位入選する。1940年、公共的上局で、毎日新聞音楽コンクール1位入選する。同年、建国参加で、紀元2600年記念、NHK 還元楽検証に入選する。1942年、NHK 厚生楽曲検証募集に、笛の踊りで入選する。 1955年、文部省芸術祭還元楽検証に公共局二丁で入選する。この間の1944年、秋田県の城市に疎開する。1945年、秋田県立の城中学校、の城女学校の音楽教師となる。1947年、精神学院や白百合保育園を創立、院長を務める。後、北田町に移転する。 社会福祉法人白百合会理事長、木坂田町教育副委員長などを歴任した。1950年には、山本直田、小山清重、平井幸三郎、金井菊子、渡辺茂らと作曲家グループ、白東海を結成した。ありがとうございます。